1950年代のおもちゃで,です、ね、ラジオステーションというんですけどもアメリカ製のおもちゃって大学での初任給が1万3000円だった時代に平気で、ね、3000円ぐらいしたんですよ。実はこのトーマスシリーズの機関車のおもちゃだって舶来、ね、品なんですね中国製ですけどもでも激安ですあの昔あの海洋丼の専務が言ってましたけどマクドナルドのハッピーセットのおもちゃっていうのは大体 原価15円から20円ぐらいでできるように作ってるそうですけど中国は隣の国だから輸送費が安いって考える人がいるかもわからないですけども違うんですよハッピーセットって世界中で同じ値段で売ってるんですよ中国の反対側地球の裏のブラジルでもですねハッピーセットはおもちゃ付きで470円ぐらいで売ってるんですよねなんでニューヨークや東京からですねおもちゃ工場が消えてしまったのかですね えー、まあ、超簡単にこのコンテナ物語もね、分厚い本なんですよ、この。こんな分厚い本でですね、あの、税金、あの、消費税抜きで2800円もする、あの、日経 BP から出てるですね、本なんですけども、まあ、ひろゆきがですね、紹介してたから読んでみたんですよ。ひろゆきが、まあ、だいぶ前に書評書いてて、えー、この本はすごくいいぞと。なんでかっていうと、5つの条件があると。僕が本を勧めるときには。で、ひろゆき言ってるんですね。で、1つ目が、まあ、これから先10年以上役に立つ本だと。 二つ目が結論までの流れと理由に筋が通っている。三番目がちゃんと証拠と数字がこう並んでて個人の感想ではなく、まあ、エビデンスがある。四つ目が意外な結論があると。まあ、そう、の割にはちゃんと意外な結論に達していると。で、読んでて面白い。これが五つ目ですね。で、この五つの条件を全て満たしてるっていうふうに言われて、あ、そうなのと思って読んだらまあ面白くて。 僕があの2020年に読んだ本の中で明らかに一番面白い本だったんですね。なので、ちょっと今日はですね、これをあの、まあ、皆さんにプレゼンしてみようと思いました。まあ、ひろゆきがですね、これを紹介のする文章の中で書いてたのが、上海から東京までたいあの30トンの荷物を運ぶと、コンテナで今あの、たいま、その30万ぐらいかかると。これはひろゆきが書いた当時で、今ね、実は国際的にコンテナのあの、 運送価格っていうのがすごい上昇していて、50万ぐらいになってるのかもわかんないですね。えー、で、まあ30万ぐらいで、その頃は上海から東京まで運べたと。しかし、群馬の工場から東京まで同じ30トンの荷物を運んだら、30万円で絶対遅れないと。 で、会場輸送が異常に安くなっちゃったので、人件費の安い国で生産するようになった。で、製品を輸入することが当たり前になった。それが低コストにつながるようになった。今聞くと当たり前のように聞こえるんですけど、その当たり前がどのように実現したのかっていう本なんですね。まあ、今日のゼミはこのコンテナ物語を取り上げて、本にあんまり書かれてないですね。あの、その他の、なんだろうな、いろんな 世界の事情などもですね、こうちょっと足していきながら、ええー、あの、面白いよっていうですね、説明していこうと思います。えー、そもそもですね、じゃあここで語るですね、コンテナとは何なのか。もうね、これあの、コンテナのね、35分の1のプラモデルというのが世の中にあってですね、<laughs> わざわざ組んだんですよね。で、まあ、特徴はですね、 片側、肩がこれあの、ま、この向きなんですけど、え、横が40フィート。で、で、ま、高さも幅も8フィートぐらい。だから、2.4メートル、2.4メートル。で、全体がですね、だいたいまあ、あの、12メートルぐらいのものだと思ってください。この半分のサイズのコンテナはあります。日本ではこの半分のサイズが多いですけども。で、片側にね、ドアがついてて、この、こっちのドアを開けて物を入れる。で、反対側にはドアがついてない。で、なんでかっていうとですね、これコンテナって、だいたいこうトラックに乗せてですね、 あの、後ろ向きに運ぶんですよね。で、急ブレーキかけたときに、大昔、コンテナの中に物がいっぱい積んでたときに、急ブレーキかけると中の物がボーンとこっちに当たって、両側にドアがついた時代があったんですよ。で、このドアから物がガーッと溢れて、運転席の人の後頭部を直撃して、まあ、死亡事故というのが起こったんですね。だからそういうことがもうないように、急発進で物が溢れるってことはほぼないんですよ。大体いい事故というのは急停止のときに起こるから。だから、片側にしかこう、ドアがないわけですね。 で、このどこのところにいくつもいくつも記号みたいなのが書いてあるんですけど、この記号がもう国際規格になっていて、大体この記号とかの数字とかを見れば、そのコンテナが、まあ、どういう、あの、どこの所属のものでっていうのが分かるようになっていると。コンテナ一つ一つに、いわゆるマイナンバーのようなものがついているわけですね。まあ、これがですね、あの、コンテナです。で、 あの、積み上げることができるんですよね。これ四隅にちゃんとあの力がかかっても大丈夫になってるのでですね。どん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 積み上げることができて、だいたい船とかで運ぶときは7段ぐらいに積み上げて運ぶのが当たり前になってます。で、えっ、ー、と、あの、レディープレイヤー1見た人はですね、覚えてると思うんですけども、あの、主人公が住んでたのが超貧乏なスタックハウスっていうところなんですけど、そのスタックハウスとかスタックタワーっていうのがこのコンテナを積み上げて住んでる家なんですね。 まあ、あの、実はね、あの、環境としてもすごく良くてですね、このコンテナっていうのは割とあの、安くてかっこいいからですね、えー、中古でだいたい30万ぐらいで、綺麗な新品でもですね、50万ぐらいで買えるんですね。なので、これを買ってですね、繋げて家にする人も多いです。さっきあの、コメントでもありましたね、これ買いましたっていう。そうなんですよね。で、えー、これがあるとですね、倉庫がいらない。これなんでかっていうと、これ以前はみんなあの、箱とかですね、布袋に入れたわけですね。で、荷物とかを、 一箇所に集めて、船に乗るときって、やっぱあの、一週間とか二週間ぐらい前から荷物が集まってくるわけですね。日本中とかアメリカ中から。そうするとですね、雨に濡れちゃうじゃないですか。だから倉庫がいるんですよ。だから、荷物を一回倉庫に入れて、倉庫からまた出してということをやらなきゃいけなかったんですけど、このコンテナに入れると、これ自体が、いわゆるその、防音、まあ、防音は当たり前ですけども、まあ、雨が通さないようになっているんですね。でなので、 こいつ自体が倉庫の代わりになるというですね、めちゃくちゃ便利ものだったんですよ。で、あとね、ここにね、厳重なやっぱりロックついてるんですよで。ここにさらに鍵とかつけるわけですよね。そうなると何になるかというと、泥棒対策になると。で、ね、あの、えー、マーティンスコセッシュのですねあの、グッドフェローズって映画見た人は知ってると思うんですけども、かつて空港とか、あと、あの、鳩場港とかもそうなんですけども、もうあのね、泥棒が当たり前にいたというより、 はとばに、港にいる人の半分ぐらいがバイトで泥棒をやっていたっていうのがあってですね。で、荷物が木箱だった時代、すぐに開けれるから中のものを盗んじゃうんですね。で、腕時計とかすごい狙われるんですよ。腕時計とか、いわゆるすぐにポケットに入れて、ちょろまかすことができるからですね。あの、たい船で輸送するというのはもう盗難されるとのが当たり前だった時代があったんですけど、このコンテナ自体が金庫になるんですね。すごいまあ便利な発明なんですよね。で、 えーっと、コンテナにはですね、こういう特殊な用途のものもあります、えー。上はですね、あの液体を運ぶ用のですね、あの液体コンテナですね。あの、タンクなんですけど、タンクの四隅にこういうあの、 金属の柱をつけてコンテナっぽくしてるんですよ。で、これがあるとこの端っこそれぞれにですね、あの、ボルトが入るロックがあって、ここのところにですね、固定ボルトが入って、あの、90度回転すると吊り上げたりですね、ロックすることが簡単になるんですね。だから今はもうこう、液体も一回こういうコンテナ型の囲いに入れて運んでます。 で、えー、下の方がですね、これ冷凍コンテナ、冷蔵コンテナです。ちょっとわかりにくいんですこの部分に、あの、ダイキンの巨大なですね、エアコンがついてるんですね。で、中をですね、まあ、冷蔵にしたり、冷凍にしたり、温度を自由に設定できるんですね。まあ、こういうものがすべて同じ規格、同じサイズで作られているので、この液体コンテナと普通のコンテナと、この冷凍冷蔵コンテナをですね、全部縦積みにするのも,もう自由自在なんですよね。 えー、これがですね、コンテナです。まず今日の <laughs> 最初に説明しなきゃいけないですね。で、えー、工場でですね、製品を今のコンテナにあの乗せますああ。詰めていきます。で、それをですね、そのまんま封印して、まあ、ロックかけたままでですね、まあ、税関以外ではね、あのロック開けないで、このまま運んじゃうんですね。だから昔だったら1111いち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 中の荷物が何なのか分かったから、まあ、それでまあ盗まれる原因にもなったんですけどもですね、 今どうなってるのかっていうか、まあ今じゃないですよね。20世紀の末からどうなってるのかっていうと、コンテナはこういうでっかいトレーラーに乗せるようになったんですね。これ、コンテナを運ぶ専用のトレーラーです。えー、トラクタヘッドですね。この運転席がある部分、トラクタヘッド。まあエンジンとか、ここについては。 まあ、正確にとエンジンはこの下についてるんですけど。で、下がシャーシですね。で、その上にコンテナが乗っかってるんですね。で、これをこのまま港まで運ぶとかですね。これこのま,まこま港まで運んじゃうからですね。すごい楽なんですよ。で、すいません、邪魔だから一回降ろしますね。で、えー、今みたいにですねあの、トラックで運ぶ場合もあるんですけども、このまんま、 ちょっとスケールが変わってすいません <laughs>。あの、適当なおもちゃがなかなかなかったので、電車で運ばあの、列車で運ぶ場合もあります。で、これはあの、いわゆる、えー、っと、何ていうのかコンテナ専用の貨車ですね、鉄道で。で、これの上にですね、コンテナのそのまんま、40フィートコンテナをこのまま乗っけちゃうわけです。で、このまま乗っけて走らせるわけですね。まあ、こちら側にドアついたら当然進行方向はこっちになります。で、港に着くと、こいつを外してですね、船に乗せるわけですね。ね。 よいしょ。こいつがあの、コンテナを運ぶ専用船というやつですね。えっ、ー、とですね、大体ね、このクラス、だ今コンテナを運ぶの主流って、えー、このクラスの船になってるんですけども、1万個ぐらいですね。あの、コンテナが乗る船ですね。えー、大体、全長で350メートルぐらいですか。戦艦ヤマより大きいです。で、 40フィートコンテナが1万個ぐらい。このサイズのコンテナが1万個ぐらいになります。で、1個外してみると、すいませんね、もう色の塗り方が雑で。時間なかったから適当に塗ったんですけども、この中のブロック1つが40フィートコンテナなんですね。で、この中に物をいっぱいに詰めて、で、船にどん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 乗せていくと。それによってで、ね、運ぶから、まあ物流のコストがめちゃくちゃ安くなったという話なんですね。うん、で、えー、 あの、日本ではですね、こういう大型のコンテナが、まあ、あの、港に付けられる港っていうのは、東京と横浜と名古屋と大阪と神戸ですか。ええー、まあ、それがですね、あの、コンテナ専用の布団があるところで、ええー、九州の方にもですね、まあ、ここまで大きいやつは無理だけどあったと思います。で、ここでまたトラックにコンテナを積み替えて、ええー、アマゾンの巨大倉庫まで持っていくわけですね。で、そこからアマゾンから自宅へ、僕らの自宅へ物が配送されるわけなんですけども、 あの、税関でさっき言ったようにチェックのために開けるのを除くとですね、ほともうコンテナっていうのは、いわゆる世界中の工場から物を詰めて、閉めてから一回も開けられずにですね、ずっと船あの、トラックに乗って、列車に乗って、船に乗って、で港まで来て、で船で、港からまた日本でトラックに乗って、列車に乗ってっていうふうなことで、アマゾンの倉庫まで行っちゃうわけですね。 だから、まあ、あの、ポイントは何かっていうと、このトラックも列車も船も全部同じコンテナが載せられるっていうことなんですよ。つまり、乗せ替えのコストとか時間のロスがゼロだということなんですね。この,の,の乗せ替えのコストや時間っていうのがどんなに大きいかっていうのをですね、ちょっとあの、これから説明しようと思います。とり、とりあえずこれによってですね、輸送コストはですね、まあ特にあの、 海外輸送コストは信じられないほど安くなったんですよね。あの、広池が言う通りですね、群馬の T シャツ工場から30トンのですね、荷物を運ぶよりも上海から運ぶ方が安くなっちゃったんですね。えー、これによってですね、そのコンビニとかスーパーで売っているたこ焼きとかですね、冷凍お好み焼き。あの辺、あれ、なんか大体ね、ベトナムの工場で作られてるんですけど、それもですね、あの、なんでベトナム工場やタイの工場でわざわざたこ焼き作るのかっていうと、別に群馬に工場を作ってもいいんですよ。青森に工場を作ってもいいんですけども、 青森から冷凍たこ焼きを運ぶよりも、ベトナムから冷凍たこ焼きを運ぶのが安いんですよ。これ意外ですよね。僕らはついつい人件費が安いから、あの、タイとかベトナムでやるんだというふうに思ってるんですけど、もうそんな人件費ってそんな変わんないんですよ。それよりは輸送費で日本国内でトラックとかをこう何台も何台も乗り継いでですね、運ぶよりも、海の上で一気に東京湾とかで,ですね、横浜とかにつけた方が安くなっちゃったんですね。 この驚きの事実があるのでですね、僕らの今身の回りには海外製の安いものがいっぱい溢れてる。こういうふうなことになったわけですよねあ。まあ、その結果ですね、先進国の製造業は、まあ、どの先進国も例外なく致命的な打撃を受けることになったんですけど、まあ、これがですね、コンテナ革命というやつです。えー、じゃあちょっと一回これ戻しましょうか <laughs>。こんなところにね、プラモデル置いてるとね、心配でしょうがないから。よいしょ。 両面テープで軽く貼ってるから動かしにくいんですね。で、えー、ここでもう一回またね、あの別のおもちゃ出します。すいませんね。これはあの、1950年代のおもちゃで,ですね、ラジオステーションっていうんですけども、あの、まだ無線機が難し、あの、珍しかった時代に子供たちがですね、この、 無線機のおもちゃっていうのを使ってですね、無線ごっこっていうのをするわけですね。このマイクでですね、あーって喋ったら、ここから長いコード出てて、別の無線機に、無線機じゃないんですね。まあ、電話なんですけども、その繋がって遊ぶっていう、まあそういう遊びをするおもちゃなんですけども、よいしょ。まあいいですよね。ここのところをプラグさして、いろいろ通信先入れ替えて、磁石が、方位磁石がついていて、ここになんかランプがついていて、それっぽい。 アンテナがついているというおもちゃです。で、こういうですね、すべてプラスチックでできたおもちゃにですね、まあたい僕の世代の子供たちでまあ僕よりもちょっと上の世代かな。まあめちゃくちゃ憧れたんですよ。で、日本でもこういうプラモデル、海外製のプラモデル、あ、プラモデルじゃないな、おもちゃですね。アメリカ製のおもちゃって売ってたんですけども、まあ、銀座ぐらいでしか売ってないんですよね。で、めちゃくちゃ高いです。アメリカ製のおもちゃって大学での初任給が、 一万三千円だった時代に平気でね、三千円ぐらいしたんですよ。つまり、今から考えたら物価が二十分の一の時代だから、まあ六万円ぐらいしたわけですねで。なんでそんなに高かったかといえば、アメリカ製だから、輸入品だからです。 あの、輸送コストが高かったんですね。で、当時のアメリカ製のおもちゃっていうのは、現地で買う3倍も4倍もするのが当たり前で、だいたい現地で500円ぐらいのおもちゃ、アメリカのおもちゃが日本に持ってきた2000円ぐらいというのは当たり前だった時代です。で、こういう海外製の、海外製だから高くて当たり前だよなというものをですね、薄来品というふうに言いました。薄来品ですね。おもちゃでもウイスキーでも家電製品でもですね、薄来品、つまり海外の品っていうのは高くて、 憧れの商品だったわけですね。で、ところがですね、これはあの、僕が今週の水曜日に買ってきたですね、マクドナルドのハッピーセットの、まあおまけなんです。ハッピーセットのおまけで,ですね。470円でですね、あの、ハンバーガーとポテトとドリンクがついててですね、でこのまあトーマスのですね、あの、おもちゃがついて、トーマスシリーズのおもちゃがついてくるんですけども、実はこの、 トーマスシリーズの機関車のおもちゃだってですね、舶来品なんですよね。まあ、中国製ですけども。これもです海を渡って海外から来たから、本来高いはずなんですけど、でも激安です。あの昔、あの海洋丼専務が言ってましたけど、マクドナルドのハッピーセットのおもちゃっていうのは、大体、原価15円から20円ぐらいでできるように作っているそうですけど、15円ぐらいだと思います。で、中国は隣の国だから、 まあ安いんだろうって。まああの、輸送費が安いって考える人がいるかもわからないですけども、違うんですよ。ハッピーセットって世界中で同じ値段で売ってるんですよ。だから、あの、中国の反対が地球の裏のブラジルでもですね、ハッピーセットはおもちゃ付きで470円ぐらいで売ってるんですよね。だから、あのー、これやっぱね、物の海上輸送が安くなったからなんですよ。今日の話全部これなんですけどもちろんコンテナ革命によるですね、輸送費が激安になったおかげで、 中国で作っているハッピーセットのおもちゃが、あの、海の向こうのブラジルでもですね、日本でも全部470円ぐらいで、おもちゃ付きでハンバーガーとポテト、ドリンクが買えるようになったわけですね。で、しかしですね、まあ、あの、あの、輸送費が激安になると世界中から安くていいものが手に入るんですよね。で、100均でいろんなものが買えます。僕ら、だいたい100均でかなり高性能のものを買ってますよね。でも困ったことが起きると。えー、さっきこのおもちゃですね。 このおもちゃね、パッケージ、箱っていうのがあるんですけども、箱が、ここにあります。レムコエレクトリックレディオステーション。なかなかかっこいい箱でしょう <laughs>。これあの、このおもちゃの箱なんですけどもですね、あの、当時のおもちゃっていうのは、この箱の蓋を開けると、裏側にですね、説明書がついてたり、まあ、電池の取り替え方とかですね、大体箱の裏側に書いてるんですよ。でそこにメーカーの住所も書いてあります。で住所を見ると、 これですね。えー、こいつです。レムコの住所ですね。えー、レムコというおもちゃメーカーはですね、えー、ニューアークです。ニュージャージー州ニューアークにあります。ニューアークというのはニューヨークの隣の町ですね。大体あの、ニューヨーク行きの飛行機に乗るときっていうのは、JFK か、 ダラスかニューアークなんですニューアークってまあその中の最大の一つなんですけどもですね。まあだからあのほとんどこれニューヨークと同じ意味だと思ってください。で、この下の方はですね、また別のアイデアルというメーカーですこれもアメリカのおもちゃメーカーなんですけど、これはまあはっきりとですね、えー、ホリスニューヨークって書いてあるんですけど、ホリス通りにあるわけですね、えー。でですね、これどういう意味かっていうと、あの、1950年代から60年代ですね、 アメリカのおもちゃメーカーってニューヨークにあるのがやたら多かったんですよ。ニューヨークに本社があるという意味じゃないんですよ。本社とか貿易の中心地があるという意味ではなくて、工場がニューヨークにあるのが多かったんですよね。で、同じようにですね、1950年代の日本でもおもちゃ工場というのは大体が東京都内、まあ台東区、浅草、こうあの、あの辺りにあったんですね。で、この上のさっきのニューヨークのメーカーの作ったおもちゃの隣ですね、 えー、この、えー、ムーンロケットっていうおもちゃ。これはブリキのおもちゃなんですけど、これもですね、えー、浅草で作ってます。東京なんですね。で、この横のですね、ホークっていうですね、プラモデル会社。これもですね、ニューヨークのにありました。なんでこんな大都会に工場を作ったのかですよね。で、なんでその大都会に工場を作ったのか。で、今それほとんどないんですけども、それはですね、もうあの、なんだろうな、えー、 昔ね、都会って町工場の塊だったんですよね。えー、ブリキのおもちゃもセルロイド人形もですね、あと木の、まあ、積み木とかでさえですね、東京都の都内練馬区とかですね、台東区あたりで作ってました。で、僕のね、生まれた大阪もですね、大阪市住吉区なんですけど、住吉区もですね、町工場の集合体だったんですね。大阪って今では信じられないんですけど、町工場、町工場だらけだったんですね、ちっちゃい工場。 小学校の社会科見学は歩いて2分のブリキ缶工場に行きましたし、えー、次の年の社会科見学は歩いて5分のファンタグレープ詰め工場に行ったんですよね <laughs>。その工場ではファンタグレープだけ詰めてたんですけど <laughs>、瓶に詰めてたんですけどもですね。あのー、まあ、同じようにですね、その近くの天王寺の町はですね、履物工場。 だったし、あと大阪市住吉区の僕の家の近所はですね、あの、縫製とか刺繍の工場がいっぱいあったんですね。で、まあ、まあ、あの僕の実家の岡田刺しっていうのは、そこで1960年代後半から70年代の半ばにかけて、まあ、ちっちゃい帝国みたいなものを作ってたんですけども、それが当たり前だったんですよ。日本中の多分、あの、都市ですか、あの、都道府県の県庁を置いてるの,のところって、全部ね、工場があって当たり前だったんですよ。ちっちゃい工場がい,いっぱいあって当たり前だったんですよ。 で、でもね、今はね、ほとんどそういうのを見ないじゃないですか。あの、ニューヨークにもおもちゃ工場も全くなくなってます。で、東京都内でもですね、おもちゃ工場はまずないと思います。まあ、ちょっとね、残ってるかわかんないけど、ほぼゼロと言っていいでしょう。で、大阪の僕の子供の頃にあった工場もほとんど滅びました。なんでニューヨークや東京からですね、おもちゃ工場が消えてしまったのかですね。えー、土地の値段が高いのかですね。いや、じゃないんですね。やっぱりね、原因はコンテナなんですよ。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。